こんにちは、こんばんは、おはようございます。今日は毎月須磨寺にお参りしてるので、本日も須磨寺にお参りに来ました。12月6日秋の紅葉で、須磨寺はとても美しいもみじが咲き誇っております。亀さんも喜んでいます。この亀さんは背中の上のお地蔵さんがくるくる手で回すと回ります。立派なこの滝の流れ、この橋の上にも紅葉が落ちております。やがて来る冬に備え、秋の気配がと言いながらも冬ですが、この影も非常に美しいです。手入れが行き届いております。須磨寺です。お地蔵さんの背中から映しているところです。お地蔵さんの向こうには平敦盛と熊谷直実でしたかね、この戦いの馬に乗った状態での戦いのブロンズの像がございます。鐘の音が今鳴りました。聞こえましたでしょうか。日中友好記念演奏会12月15日兵庫県立芸術文化センターコベルコ大ホールにて行われます。12月10日日曜日は明日を開く人権の集いということですね。小池陽人事務局長がおられます。私もよく須磨寺で小池事務長のお話をお伺いしたり、 M1 ならぬ F1 法話の F1 だったと思いますが、立派なお話、面白いお話をお聞かせいただくこともございます。皆様ぜひとも須磨寺にお越しください。とてもいいお寺です。足の悪い方はエレベーターもございます。とてもとてもお参りしやすいお寺になっております。美しいです。12月6日須磨寺の様子をお伝えいたしました。本日はご視聴どうもありがとうございました。